リンリンハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、以前ね来ていた質問でですねお答えしていなかった部分があったなというところでちゃんと今回はお答えしていく、ものになります。以前来ていたツイッターの方でね来ていた DM にはなるんですけれども、そちらの方でイモリ山椒を飼っていて大変なことって何ですかっていうところと、ここ気をつけないといけないところって何かありますかっていうのを聞かれて、まずうちの子のお話でお話をねいろいろさせていただければなと思います。でうちの子はですね、はい、こんな感じでワインセラーの中で飼育しているんですけども、今すごい上の方にいるね上はねご飯とあと水のね汚れを取るスポイトが入ってるんですけども、あそこにエゾサンショウウオのね、クロ君がいます。でこっちにね尻尾だけ見えておりますけれども、沖縄シリケンイモリの、カルちゃんがいます。でもともとね全部で三三っていう形でいたんですけれども、亡くなってしまった子と、あとはちょっととあるね飼育施設の方で引き取らせてほしいっていうことで引き取っていただいた子が2匹、エゾサンショウウオのね、セピアという子と、モノちゃんという子がね引き取られていった形になります。はい。で沖縄シリケンイモリの方は、ルフっていう、女の子と、そして、もう一人が、ロウ君ですねっていう子がいたんですけれども、ルフちゃんに関しては本当に来て4日ぐらいで亡くなってしまいました。ちょっとね遠方に住む友人からいただいた子なんですけど、この3匹って。で金箔模様が綺麗な子っていうのはね、見繕って送ってあげるよっていう形でチルド便をね利用して送っていただいたんですけれども、もう来たタイミングから1匹の子はですね、ちょっと残念なことに弱っていってですね、うちに届いたタイミングでもうすでに結構弱々しくで、ご飯とかもね食べさせて、ちゃんとこう安静にね見ていたんですけれども、やっぱり体力回復せずっていうことでね、1匹はちょっと残念な状態だったんですよね。でもう1匹のロウ君はとある日のねメンテナンスのライブをしている日にですね、餌をあげようかなとケージに近づいたところ、もう亡くなっている状態で見つかって突然死っていうところだったんですよね。で生態はねイモリ山椒魚っていうのは強い子もいれば弱い子もいるっていう状態が結構ありますので、うちの子はその2匹は弱かったのかなって思っております。はい。で気をつけるところっていうところでいくと、私がすごく気にしているのは温度ですかね。結構高温に弱い子が多くてですね、沖縄シリケンイモリ沖縄にいる子なので本当は高温でもいいんだろうけれども、あとは常温でもいいんだろうけども、このコケリウムに入れてみてからですね、なんかこのコケリウムの中って今開けてるんでちょっと温度下がりましたけど、だいたい10度ですね、10度の温度になるようにしてるんですけれども、10度の温度でかなり普通に生活して、むしろ活発なぐらいですねになっております。なのでやっぱりもともとこの子たちっていうのは高温に弱いんじゃないかなって私は思っております。ただ沖縄のそういうどういうね箇所にね生息しているかにもよるんですけれども、比較的多分山の方の暖かいというよりはちょっと水が冷たくてっていうところの暗所、その直接日光が当たらないようなところに暮らしてるんじゃないかなって私は思っています。そういう風なね映像でどこに暮らしてるかみたいなのも見たことあるんですけど、結構山奥ってね結構暗所なところに暮らしてるなっていう印象でした。あんまり高温の地帯にいるなっていう雰囲気ではなかったですね。でうちはエゾサンショウが、ね、これワイルドの個体、野生の子を捕まえてきた子になるんですけれども、そのワイルドの子なので、温度をねかなり気にしながら育成していったっていう状態になりますね。で最初普通の水槽だったんですけども、ちょっと温度の管理が難しいなっていうのと、夏場ですねちょっと温度がね28度ぐらいに1回になった時にね弱々しくなってるのを見たことがあって、危ないなと思って、
ちょっと温度を管理しやすいものを用意しようっていうところでいろいろ模索をして、最初ね、冷温庫を買おうかなとか思ったり、あとはなんだっけ、あれ保冷バッグかを改造して、すごい保冷できるようにしようかななどいろいろね考えてはいたんですけれども、これはバッグはね結構なかなか難しくて、ずっとこうね冷たい状態にするっていうのが難しかったっていうところで、でいろいろやっていった結果、ワインセラー一番いいんじゃないかっていうところで、ワインセラーね、いただく機会があって、いただいたワインセラーを改造して、こんな感じで、飼育しております。プラスね、コケリウムっていうのをちょっと気になってて作りたいなと思ってたので、私なりのコケリウムっていうところで作ってます。で中にね滝がああやって流れるようにしたりだとか、まあ、あの辺はね人工のね観葉の植物を使ってはいるんですけれども、人工の植物じゃないものもねちゃんとこの辺は生えていてっていう状態ですね。この辺は人工芝だったりとかにはなるんですけれども、まあ、そんな感じでやっております。はい、っていうところですね。なかなかねそういうところでいろいろ気をつけながらやっていかなきゃなっていうところはありますね。私が気にしてるのは温度と、あとは水分がね減るっていうところ、乾燥を気をつけるっていうところですね。結構多湿な状態に保つようにしてますね。でまあ基本的にはここのコケリウムの中に私がやってることっていうのは水をね絶やさないようにするっていうのと、プラス名前が出てこない霧吹きをねするようにしております。そこはかなり気をつけてますかね。なのでそういう風に気をつけながら飼育はしています。あとはちょっとうちの子たちはね餌食いがあんまり良い状態ではないので、まあ赤虫でね育成してますけれども、ちょっとねそのなんだろうな餌食いの状態っていうのはちょっとしっかり見てあげて、あと痩せ細ってないかどうかっていうのはちょっと見てあげるようにするのが気をつける要素かなとは思います。そのあたりがね気をつけきれてないとなかなかね痩せ細ってしまうっていうのはあるので、うちの山椒ちゃんですね、クロ君なんですけれども、少しですねその痩せ細っていた時もあったので、そこはかなり気をつけている要素ですね。はい、今ね山椒ちゃん下の方にも行きましたね。多分あの辺にいますけれども、っていうところですかね。はい、私が気をつけてるのはその、餌のね状況と、もう一つは湿度温度っていうところですかねを気をつけております。うちはね管理しやすくするようにワインセラーを導入しておりますが、飼われているね環境によっては例えば冷温庫ですね、ポータブルの温度が決められる冷温庫、あと野菜室でっていう方もいたりとか、あとはそもそもその涼しくなるような場所で過ごさせたりとかっていう形ですね。ちょっとうちの袋ももんがちゃんがワンワンと鳴いておりますね。仲間を呼ぶ、鳴き声ですね。はい、有効的な鳴き声ですね。はい、気にしてるところはそこですかね。うちはねこういうねワインセラーで、で変な隙間に入らないように隙間を埋めるようなね構造をして作ったこのケージでね飼育しております。って言ってもそれでもね奥の隙間に入っちゃおうとすることはあるので何とも言えないですけれども、もうワインセラーも中は全部この子にあげた形になるので、もうこの子たちの生活空間になります。はい、一応ね気をつけるところはそんな感じでございます。どうしたの泣いて、近づいたら泣くのやめたはい、っていうところでございます。あれまた泣いた。はい、っていうところでございます。はい、本日は以上となります。もしねこちら参考になりましたら、よかったら高評価押していってください。そしてねこちらのチャンネル登録も可能であればよろしくお願いいたします。またね各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローしてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。